時にご主人様、お気づきですか？あなた様が目覚めてからというもの、私たちはやれ制圧、やれ侵略ばかりで、ついぞデートの一つを楽しむこともありませんでした。ええ、これはまさに私の大失態。国の範囲を広げんとするばかりで、最も重要視すべき事柄に目を留めさえせず、私は実に愚かなサーヴァントでした。セラフゼンドをこの手にせずとも、真のレガリアを得ずとも、多少はかなったでしょうに。申し訳ありません、ご主人様。このような時とはいえ、こんな即席のデートコースでお茶を濁すことになろうとは。おお、好きあらば炸裂するこの池玉力。頼む、感動で。めまいが余裕よ。えい。ですので、どさくさに紛れてご主人様と腕など組んでみるのでした。ほんと、なんて愚かだったのでしょう。初めからもっともっとこうしておくべきだったのに。いいえ、そのような反省は犬神にでも食わせておくもの。金色夜叉の下りなど十分でございます。新緑の恋人のように寄り添い進みましょう。円熟の夫婦のように連れ合い参りましょう。いざ敵本拠未明領域。わずかな童貞ではありますけど、こうやって触れ合えて私はとても嬉しいです。未明領域までの距離ですか？それはもう近い遠いという話ではございません。強いて言えば近いでしょうか。要は移動のためのポータルをどこに設置するかの問題です。まさかマイルームに設置してしまっては、いざ逆に用いられた場合に愛の巣がたちまち破壊されかねませんし、私たちが離れれば同じことやもしれません。破壊の軍勢がいつこの千年橋に押し寄せるか分かったものではない。ですが可能性はなるべく残しておきたいです。無事にあそこへ戻る可能性、手に手を取って帰る可能性ですから、ええ、ここまで離れればもう構いません。いざ陰の鬼脈の果てをここに。我ら行く先は混乱ならずや陰の陰、影の影、金色の陽光を弾く水面のごとくして映し込み、入り込み、落とし込みは完全未明の陰。夜もつ平坂のごとくして彼岸の果てへ向かうは根の国ならず、星の雫にうがたれし月の影。さあご主人様、ここに月の黄泉とつながる門を開きました。これより先こそ破壊の軍勢の本拠。許しがたきは英霊アルテナ、破壊だ滅亡だとのたまう輩を今こそ退治してしまいましょう。いざ快活に、大逆転の始まりです。その前に、しばらくしばらく命の選択とシャレ込もうではありませんか。正真正銘の大決戦の前なれば、心も体も全開にしておきませんと。正直に申し上げまして、敵は大敵。今は亡き月の聖杯戦争の歴史を紐解いても最強の部類ではないかと。私も覚悟を決めてますとも。ミコッと勝って勝利の宴と参りましょう。
6畳一間でも構いません。ささやかでも2人でいれば何よりの華やぎ。中鉄どうでしょう。特にアルテラは世界に対して特攻を持っているようですし、となれば世界の具現にして概念たる神霊にも当然のように有利ではあるのでしょう。です、地球あっての神霊化なわけですが、それでも地球の外、空に属する大異霊、優勢に格負けはしておりません。でもそのなんというか、そもそもあれになってしまった私はもう私という存在ではありません。あなたのサーヴァントでさえなくなってしまう。それは嫌です。私は ありがとうございます。キャスターか。すでに制圧したセクターのいくつかへ敵勢力が押し寄せている。複数セクターへの同時攻撃、うまい手だ。敵ながら見事と言える。防戦ではおよそ勝ち目はないだろう。打って出る他にあるまい。舞い上がっていただきます。君臨するとはこういうことだ。ゲートオブバビロン。セクター間を超える強力な遠隔攻撃か。気の短いサーヴァントと見える。このまま放っておけばこちらの負け。まずはあのサーヴァントを叩け。炎天よ、払え。言われなくてもそのつもりです。天気雨とかいい思い出ありませんし。コッパの吹き飛びや。味方が攻められているのですね。しばらく味方の被害が拡大中。いかがします、マスター。か一個当選やっちゃいます。かでも天罰敵弁。よく燃えますね。一個当選やっちゃいます。天罰てきめん。よく燃えます。あと少しで敵軍のレジノマトリクスが完成してしまいます。お急ぎを。こちらに来ましたか。ではこの鎖でお相手しましょう。これでも安心カット。救援成功ですか。手間が省けて助かります。風向きが怪しくなってまいりました。救援行っときます。風向きが怪しくなってまいりました。救援行っときます。このままだと味方がやられちゃいます。じゃあ500体撃破か。おめでとう。
王に歯向かう不敬者がここまで多いとはな。協力してくれるのですか。まったくあなたも物好きですね。天罰てきめん。これはまた物好きな神霊よな。何を企んでいる狐。決まっています。ご主人様の妻になること以外ありません。失態を見せました。哀れですね。これはどうだ。イガンマ大作戦。いいですね。見事な手腕でした。食い下がるではないか。いいぞ、八つ咲きにしてくれる。猶予をやろう。一時の命ありがたく思えよ。助かりました。次はもう少し早く来ていただければ言うことなしですが。あ、このままだと味方がやられちゃいます。なんで。あ、このままだと味方がやられちゃいます。ブラント発見で。私あれ大嫌いです。はっ、トン。イガンマ戦隊撃破か。おめでとう。舞い上がっていただきます。味方がピンチです。ご主人様、面倒ですが助けに行きましょう。手間を取らせおってもはや楽には済まぬと思え。ぶっ潰します。敵の戦力は大きく減じられた。この調子で彼らの戦力を削っていこう。ジョイナ、ノンストップです。刺激、拷問、踏みにじり、最高ね。ここで会ったが100年目よ、キャスター。今までの恨み倍にして返してやるわ。ああ、エリザベートさんですか。見逃してあげますから帰ってくださいます。行っちゃうぞ。ミクー、タマモちゃん本気モード。来た来た来た。お仕置きの時間ですよ。ああ、エリザベートさんですか。見逃してあげますから帰ってくださいます。なんだ、野生犬にも牙はあったか。食い下がるではないか。いいぞ、八つ咲きにしてくれる。ごえよ。喜ぶ。口抜こうよ。思い出さ。喜ぶ。やるではない。受けるが。これはどうだ。ここまで失態を晒すとは。遊びすぎたか。
秋田、俺は下がるぞ。しばらくしばらく味方の被害が拡大中。いかがしますマスター。はっ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 やば、私ったら押されてるの。風向きが怪しくなってまいりました。急に言っときます。マスター、コードキャストを殺してやるか。出てる。マスター、ちょっとヤバめです。気がついたらマップが真っ赤っか。というか完全敗北寸前。我が軍大ピンチです。こちらに来ましたか。ではこの鎖でお相手しましょう。こちらに来ましたか。ではこの鎖でお相手しましょう。生きのいい獲物ですね。それも時期終わりですが。意外な大作家よっ。このままだと味方がやられちゃいます。頭痛い。敵面よく燃えますね。まだまだこの程度で。絶対に認めないんだから。あ、このままだと味方がやられちゃいます。制圧完了。この調子で徹底的にぶっ潰します。敵サーヴァントが引いた。このまま残った敵も蹴散らそう。華麗に決め、ひとっ飛びです。いい加減飽きてきましたね。そろそろ済ませてしまいたいのですが。天罰敵面。見事達成だな。もはや止まりませんね。どこまで行くのか見届けるとしましょう。やっ、お覚悟。はっはっ、参ります。さすがだな。ジャンプ。私のミスですね。これはこうなると挽回は難しい。ビガン大作家よ。プライドです、ご主人様。まずはあちらを倒しましょう。破壊したか。敵の進行が弱まったさ。吹き飛びやけに戻り。今必殺の一夫多妻強制。私の
願いは大作家よく燃えますね。この調子で徹底的にぶっ潰します。楽しげに制圧したな。今日を据える女は違う。王の前だ。勇姿を示すがいい。楽しげに制圧したな。ご主人様、いざ。イカズチヒレフスがよい。虫けれど楽しげに制圧したの。今日を据える女は違うということだ。コードキャストスタンバイ。セクタートラップですよご主人様。なんだ、国を滅ぼす魔獣と聞いたが極めて愉快な美女ではないか。さすがは法王、見る目がある。ちっとも死ぬ貴様は危険すぎるゆえな。マスター、コードキャストを。見事達成です。マスター、タマも感激しました。ネガ、抜かった。いいのをもらっちまったわい。ネガエンセイトン。ビガンマジ大作家よ。素晴らしい戦果だ。素晴らしい戦果。お覚悟。しくじったわ。我が波動をここについえるか。制圧完了。この調子で徹底的にぶっ潰します。楽しげに制圧したな。今日を滑る女は違うということか。華麗に決め。ナウポータルの出現を確認した。アルテラの元へとつながっているはずだ。さあポータルへ向かうがいい。ようやく親玉のお出ましというわけですね。ご主人様、参りましょう。退け。私は不要な剣を振るいたくはない。お前たちを容易くこの腕と剣は破壊してしまう。今さら何をのたまうか。破壊の大王と呼ばれた者がためらいなどと、肩腹どころか胸に穴が開こうというもの。貴様はざれ言ばかり口にする。そのあり方はいかなる醜さか。戦いのための力をかようなまでに備えていながら、琴影を通じて共闘の呼びかけ、果ては自ら赴いての降伏勧告とは、凄まじき力という無敵の矛と戦いを忌避する無形の盾。お前に言われるまでもない。私は何かを間違えている。それはお前には関係のない事柄だ。少なくとも私より弱者であるお前には。キャスター、レガリアをここへ。そうすれば私は私にできる限りお前たちを守ると約束しよう。
言語道断。その物言い、その眼差し、その思い、ようやく私も理解した、確信した。ゆえにこそ許すまじ。私の指に輝くレガリア、焦がれるほどに求め与えられた私の証、決してお前ごときに渡してなるものですか。いいえ、ご主人様、ごめんなさい。あれはダメです。ダメなのです。あれは女です。どう、そして私も女なのです。ですから、私は何一つ奪わせはしないし、破壊させもしない。お前に何もくれてやるものはない。いや、それは決してお前一人の所有物ではない。お黙り。神あり、神秘確かに、たまに異物を三河水天にあまたらす。これ自在にして急ぎの証、神宝羽化の鏡なり。八根上来第二章。ここまでやるとは、ここまでワルスとの接続準備を。よく燃えますね。これぐらいはしていただかないと。ここまでか。お疲れ様でした。知恵と勇気、あまねく怪物なる者は人の英知に敗れ去る者。あなたとて例外ではありません、アルテラ。何の空より降りし怪物風情、過去のあれなど何かの間違い、太陽の化身のその分け身、
天戦古戦の私が王権を得た今は。いいや、違う。私は怪物ですらない。私たちは文明の迎える滅びそのものだ。お前たちでは私たちに勝てない。お前たちでは私たちを殺せない。フレアエフェクト、マルスとの接続開始。発射まで2秒。軍神よ、我を呪え。空うがつは涙の星。ティアードロップフォトンレイ。許せ、サーヴァントでは私を倒せない。人の思いが私たちに抗うことはできないのだから。命は奪いたくはない。私はその意味をまだ知らない。だが破壊する、私の前に立つならば。何のしばらくこの程度。馬事東風にぬかに釘、泰山明道お狐遊山ってなもんです。甘いわ半端者が。光の柱、何故に一つのみしか放たぬか。軍神とやらの力、そのすべてを費やさぬか。見えるぞ女、見透かせる。レガリアが砕け散るのを恐れましたね。滑稽滑稽、甘い甘い、甘すぎです。どこに。出雲に神あり。これ自在にしてみそぎの証、神宝羽化の鏡なり。水天日光、天照らす矢の雫石。遅い。あ、一か八かだったんですけど、ありがとうございますご主人様。もう一人の私をあなたが操って戦ってくださったからこそ機会を得られました。私一人では到底彼女には届きませんでした。お前たちの策に私は敗れたのか。溢れる星の光でさえない、ただの知恵が私を倒すのか。キャスター、その通りです。ほうき星より来たる者、優勢の使者よ。弱き者が強き者を打倒する。知恵と勇気を振り絞り、届かぬ頂を乗り越えるのが人の業。それを私はせいぜい真似てみただけのこと。地上にて人のあがきを私に教えた者どもと、ここにて人の光を私に見せた我が主、それらがお前を倒した者の本質です。あなたもかつてそれを目にしたのでしょう。やはりか、キャスター。いや、たまもの前、私の過去を知って。
私のマスター、いけない、指輪から出てはお前を破壊から守れなく。守れないわよ、あんたは何一つも。守れるはずがないじゃない。だってあなたにできるのは壊すことだけ。弱々しい乙女のふりなんてやめなさいよ。冗談のつもりでも笑えないし、女が下がるわよって。ああそっか、あなたはそうよね。厳密には、うん、女でさえないわね。エリザベート、何の用です？ごきげんよう、一人ぼっちの帝国の女王陛下。レガリアを使った英霊退治見せてもらったわ。ひよ、ああむやみやたらに動かないでね。あなたが野蛮にも仕掛けてきたら、あたし反射的にそっちのコリスをまず殺すから。加減目を覚ましなさい、アルテラ。英霊でもない、半英雄でもないあなたが人間の真似だなんて似合いっこないんだから。滑稽どころか哀れだわ。というかこれですっきりしたでしょ。外で活動する分身をなんでわざわざサーヴァントにしたのかは聞かないわ。どうでもいいし。でも負けたんだから遊びはおしまい。本気の、 いえ本来の姿を見せる時よね。優勢の化身、白き巨人セファールさん。よそからの獣なんだから。
破壊だけがあんたの存在を証明する。壊せ壊せ、全部壊しちゃいなさい。ご主人様、負荷に耐えてくださいませ。巨人アルテラ。